バナナフリッターズの山寺光一ですバナナフリッターズの日高のりこですバナナフリッターズの関修彦ですバナナフリッターズは g o g o 2回目の放送でございますいや皆さん知ってますかあっ<ん>という間にもう6月になっちゃったんでしょ,ょ6月ですよ東京国際フォーラムホール C のステージに立つ日はもうすぐそこだよい怖い怖い怖い <laughs> いや去年の夏再始動宣言をしてからおよそ10ヶ月、うん、その時点では復活ライブをやることしか決まってなかったのに、うん、いやまさかねこんなに大きなプロジェクトになるなんて夢にも思わなかったよね。だ、うん、よ<ー>ラジオ番組新曲<ー>タイアップ<ー>アニソン<ー>ボックス CD そして「バナナの着ぐるみ」に振り付けビデオ <laughs> おまけにコラボカフェですからね早速1曲お聴きいただきましょう。バナナフリッターズで あのね,あのね 小野谷しべ555マちゃんエンディングテーマバナナフィッターズあのねをお送りしましたそれではここでバナフリッコの皆さんからのメッセージを紹介させていただきます、えー、こちら和子さんバナフリ結成当時の私は中学生だったのですが年を重ねた今あの時は幼くてわからなかったけどこんなに深みがあって魅力的なお三人だったんだなと放送を聞いて思いました <laughs> これからも皆さんのことを応援させてくださいませありがとうございますま、はいマイちゃんのパパさん、うん、様々な方面で盛り上がってきたバナナフリッターズですがおいら今想像で思っちゃったんですが、うん、今年紅白出演あるんじゃないですか紅白 <laughs> で着ぐるみのお三方みたいです <laughs> たくさん風船がぶわーッと飛んで壇上にも子供たちがいっぱい登場してあったかいライブエ演出なんていかがですか 紅白出てほしいんだよなバナフリ大好きなんだものビジュアルまでもうね。思 <laughs> い浮かんでます,、ねすね、妄想はどんどんね、えー、膨らましていただきたいと思いますそしてこちらワンさん初めてメールします新曲あのねとバナナボックス両方予約しました地方に住んでいるのと学生のためライブには参加できませんが応援してますできればライブの様子を DVD またはブルーレイ化してくれるとありがたいです欲張りですみません はいトキューさん新曲あのねすごくいい曲ですねあったかくて可愛くて一目惚れならぬ人聞き惚れです、えー、どんな時でも脳内でリフレインしてヘビロテしています CD 絶対買いますありがとうミケさんバナナボックスが本当に発売されるなんてすごいですおめでとうございます T シャツもついているなんてバナナの叩き売り並みのお得感だもの <laughs>、ね、本当ですよ素敵な T シャツですから オラフさんわーいわーい買うよ買うよバナフリを知ったのはすでに活動していない時だったので CD のゲットがなかなか難しかったですまとめてリリースしていただけるとは嬉しいはいイクラサーモンさんやったバナフリボックス絶対買います嬉しすぎますおまけに T シャツもついてくるとなこれはライブに着ていかなくては楽しみだなお願いします 夏目さんもう中古 CD ショップめぐりしなくていいですねバナナフリを知ってからずっとずっと待ってましたありがとうありがとう,うえズボラさんやばいです超やばいバナナボックスが実現するなんて嬉しすぎます昔の CD は全部持っていますが絶対に買いますお願いします,いますはい蛍さんバナナボックス待ってましたとっても嬉しいですどちらも購入してライブに備えますエグタルトさん注文しましたよバナナボックスとあのねすごい楽しみです ライブの2日前に発売だけど、すいません。そうなんですよね。ね うちの女王さん先日の放送で楽しみなものに参加するとお腹を壊すというメールを読んでもらったものですのんこさんが「バナナフリッターズも決してお腹が丈夫なユニットじゃないから」というのを聞き <laughs> 飲んでいたコーヒーを吹き出しました、ねうん、えこんなにご活躍しているバナフミの皆さんでも緊張するんですか放送後友人と「これは新曲の振り覚えていかないとね」と盛り上がりあのね予約しました当日は気楽に来てという皆さんの言葉通り一緒に行く友人と楽しもうと思いますライブ楽しみです はい夏の終わりさんライブの時なんですがみんなで何かバナナ色のものサムシングバナナサムシングイエローを持つというのはどうでしょうボックスの T シャツはもちろん黄色いタオルうちは手袋ペンライトなどなどうん皆さんありがとうございますいろいろとねやっぱりさバナナボックスさ、うん、皆さんのご好評はすごいよ楽さなくていいんだからね確、うんね、確かに確かににそ,それでね新しいチララシができたじゃないライブのチラシの後ろにこの、CD、のおがあるんだ けど普通ってさファン待望とか書くじゃないなのに何が言いたいんだこの子は二十二年ぶり念願の誰の念願っていういやいいじゃんいいじゃんあなたです私のですよねいやこれ本当こう透かしてみたら日高のり子って見えるんじゃないかと思って主語がね主文は日高のりこだね私これがおかしくて自分でもすごいツボで笑っちゃって今それね皆さんの目にきっと触れてると思うんでねみんなもそう思ってるかなだからもう何かあったらねあなたがすべてね回収っていうのは当然ですよ。 もうちょっといい出しっぷですよそうしたら私はいですよ全国すすいな売り歩きますよ手売りボックス手売り手売りいいね叩き売りで本当に叩くんだそう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 首から下げてさお弁当かなと思って買ったらボックス CD だったみたいないいねすごいね。そういう姿見てみたいやそんなこと言うとみんなあのね買い控えになっちゃうからね店長なん皆さんぜひお買い求めいただければと思いますあのサ黄色いものをみんな持ってだ小池都知事の時にみんな緑の持ってきたみたいなことでしょそういう比べ方 おかしいですね、ライブではよくやることなんです。かそうです、ねよくやるんじゃないですか、なんか例えば黄色いものを振ったりとか、なんか。そう言うと。なんですかね。黄色い軍手でもつけていただく、私たちの場じゃなく、一緒のお揃いになって。黄色い軍手ってありますかね。探るようなます。ほ赤緑青だから、黄色は誰もいないので。四番目の方として黄色もいいかなって思うけど、あんまり目立たないかな。軍手の場合。軍手限定なの。もう色何でもいいんでしょう。そう、何でもいい。何でもいい、何でもいい。軍手じゃなくていいから。 本当に腐ってるものとか匂いを発するものじゃなければ何でもいいです。本当に決まりという感じじゃなくて皆さんのおあのねあのノリでね,でね気分の問題でそうそうそう何か一点持ってってくれるとそう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 隣知らない同士隣になってもあああなた今日それなのあ私はこれなの軍手なのみたいなねなるほど話ができるもんね、えー、はいじゃあ皆さんにお任せしますよろしくお願いしますはいこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています新曲の感想や皆さんのバナナ愛も受け止めるぜいやバナナフィッターズどうぞ ウィアーバナフリッタさて復活ライブに参加するバナフリッコの皆さんからメッセージが届いてます。夏ツポさん、都内から母、ライブの頃は五十五歳、と一緒に参加します。関さんのファンになったのをきっかけにバナフリを知ったまだ半熟な私とそれに付き合って興味を持った初心者な母ですが、当日は目いっぱい楽しみたいです。お母様五十五歳同世代。嬉しい。嬉しい。 アッシュさん会社休んで長崎から飛びます<お>、えー、友達誘いたいけどさすがに東京なので一人で参加です<お>元気なお三方の姿をステージで拝見したいですありがとうございま 西蔵法師さん愛知県から後輩と二人で行きます後輩はバナフリを知らなかったんですが有名なお三方ですので心よく付き合ってくれるそうですラジオのような自然体のバナフリも楽しみにしてますそっか私たち自然体じゃなくなっちゃったりしてね当日 <laughs> <laughs> その可能性はあるよ、ね、<laughs> そうでは言な,、えー、ない感じになっちゃって序盤は特にねいここみー太郎さん都内から一人で参加します大学が終わり次第会場に向かうので、うん、授業中は力を蓄えるために寝ているかもしれませんかっこ笑い <laughs> バラフリの皆さんの活躍を楽しみにしています <laughs> ヨッシーさん妹と行きますが18時まで池袋で仕事<お>開演にギリギリ間に合うかどうかというところですがなんとか頑張ります <laughs> <ー>気をつけて本当にねアホイさん、えー、声優さんライブ初参加です一人なのでどういうテンションなのか不安だったりしますでも楽しみはいオズさん初めて見に行きますよろしくお願いします メゴ姫さん関西から一人で参加します初参加なのでとても楽しみです、うん、カカオさん関西アシアから一人で参る予定ですとにかく楽しみにしておりますだって 青春が戻ってくるんだもの。うん、はい、パンダさん。昔大阪の I. M. P. ホールでライブしたときに。一緒に行った友達と。大阪から参加しますよ。うん、午前中は仕事して、昼から飛行機で駆けつけます。<ー> <laughs> さん、いろんなとこから。ね。息子さん、京都から一人で参加します。ね、え、一人で外食できない人間なので、諦めかけましたが。日帰りで頑張ろうとチケット取りました。<ー>いつの間にかの再結成からの復活、本当に楽しみにしています。ありがとう。エヌ、はい、さん、北海道から行きます。二十数年前、高校生の時。 からファンで、まさかの復活ですごく嬉しくて楽しみです。ポンさん、宮城から新幹線で一人参加です。さまざまなことが実現したバナフリ復活ライブ、いろいろな望みが叶いすぎて。どんな構成になるのか、全く想像ができません。ライブ楽しみです。レイさん、岡山から向かい、現地合流にて二人で参加します。えー、ライブ当日に、バナフリコラボカフェの予約も済ませました。おお、素晴らしい。カフェでさらにテンション上げてから、ライブに参加させていただきますね。ぜひ,ぜひ、ぜひ。 京佳林さん静岡から一人で参加します新曲はもう完璧に覚えましたすごい。筋肉痛など気をつけて頑張ってください <laughs> はいわかりました <laughs> ハッシーさん千葉から一人で参加します、うん、お体にお気をつけてエンジョイくださいませライブ楽しみにしてますふみさん お友達と参加しますええ私は東京から学校帰りなので当日は勉強が手につかないかもしれないですヒップホップダンスどんなになってるんでしょう楽しみですお体壊さない程度に頑張ってください全力で応援していますえあさみさん大阪から一人参加ですこの日のためにチケット取る前から会社の有給はもぎ取りました楽しみにしてますとはい綾瀬さん群馬から友達と二人で参加します皆さん頑張ってくださいみどりさん埼玉県から一人で参加します計画内容い気をつけて皆さん痛まってください そこですね、頑張ってくださいライブ楽しみしてますありがとう<ん>ありがとう。カオルさん都内から一人で参加です土日は仕事の休みがなかなか取れないので平日のライブはありがたいです CD 発売からライブまでの2日間で私も振り付け頑張って覚えますって覚えられるかなって言ってます<おー> <laughs> はい米さん横浜方面からぼっち参戦ですパパにお休みを取ってもらい子供たちの面倒をお願いしました<ー>1994年以来待ちに待ったライブなので本当に楽しみです くごんさん神奈川からぼっち参加です応援してますといや嬉しいですねいただきました全国いろんなところからね皆さんいらっしゃるんだね皆さん私たちの体のことを心配していると思ってねありがたいことでございますお互い様の方もいらっしゃる中には二十二年ぶり一緒に二十二年前もライブを楽しんで今回もまたっていう方たちもいらっしゃるからね嬉しい限りですねでもあの平日のね 金曜日なのでねちょっと心配したんですけど逆にね土日お仕事って方もそうなんかいろいろなね皆さんいろんな都合をつけてねいやいやって初めての人とかそれから一人で参加でどうしていいかわかんないって方もねいらっしゃるみたいなんですけどね大丈夫っすよね全然大丈夫ですであのバラフィのこと全く知らない方でも楽しめるようにっていうことを私たちは一生懸命考えてますのではいぜひ安心していらしてくださいね バラフリーカーザーゴーゴシモシモあ、セヒコあのバラフリーのライブグッズなんだけど T シャツタオルトートバッグ以外のグッズもあるらしいわよいや、分かってるわよ <laughs>、うんうん、クリアファイルよ<ー>クリアファイルに違いないわ <laughs> な<の>ヤマコだってほしいでしょ欲しい決まってるじゃないもんクリアファイルいろんなとこ挟んじゃうんだからもうね。いやでもさ

バナフリの最新情報をお伝えします、はい、新曲あのねがエンディングテーマとして流れる少年足部ゴーゴーゴーマちゃんは毎週火曜日午後6時45分から NHK e テレで放送中です毎週土曜日午後5時25分から再放送もあるよ <laughs> 文化放送の情報誌ふくみみ6月号の番組ピックアップコーナーでこの番組が紹介されてますよふくみみの配布場所は文化放送のホームページでご確認くださいバナフリー22年ぶりの CD リリースあのね 通常版と BF55 バナナボックス極戦は6月7日発売 CD の詳細やご予約はバーナーミュージックジャパン、えー、バナナフィッターズアーティストページをご覧くださいバナフリーゴー,ゴー、ゴー,ゴー。ゴーゴーバナナフィッターズは GO!GO! お相手は山寺光一と日高のりこと関俊彦でした To be continue